古政権総伝略平吉は全館の政治家。字は小京六国の人。選定擁立の功労者として上昇の地位に上った。法律を学んで牢獄の役人となり、後に出世して首都長安出定上右官となった。後に官を失い故郷に帰り衆の従事をしていた。不幸の家の際に地獄使者として取り調べを行ったが、 その際首謀者と目された霊子、霊大使龍四所の孫の龍病やも逮捕され、平吉が取り調べることになった。平吉は、龍病医がまだ生まれたばかりの赤ん坊であることを、憐れみ、女性系統を奪とし、死費で養育した。武帝が、長安で五にある者全員を処刑しようとした際には、彼は、自分の担当する五の容疑者を処刑せず、 竜病院をはじめ多くの者が命を助けられたという。後、恩赦が下されると彼は、竜病院を竜病院の祖母の実家志士に預けた。その後、平吉は、大将軍各光の下で働き頭角を表し、大将軍長士から、高禄大部給治中として朝廷に入る。元田青元年、朝廷の死後に、正雄を竜鹿が後継として迎えられたが、陰乱をもって、 これを廃する義が持ち上がった。この時平吉は各光に竜病医が健在であることを伝えて後継に立てるように進めた。これを受けて各光は正雄王、竜雅を廃して竜病医を新帝とした。先帝の即位後、平吉は配律を成功させた功績で館内校となったが自分が先帝を保護したことを語ることがなかったため、それ以上の報奨には預からなかった。 元康三年、平吉が大使大夫から御子大部に選った時にある人がことの真相を選定に告げた。初めてことの次第を知った選定は大いに驚き、直ちに平吉を白明公に封じて優先三百個を授けて、これを重んじるようになった。上尺三年、偽証の死去に伴って上昇に就任した。はじめ法律を学んだが、 あと二寿学にも精通するようになった。このため、彼の政治は、一見大らかに見えて、要所を抑えたものとなった。特に人材起用に関しては、些細な過ちよりも、美点をより取り上げて有能な人々を推挙することに、努めた。ある春の日に、平吉が外出をしていると、天使が使う道で喧嘩をして死傷者まで出ているのを、見たが、これを通り過ぎ、 続いてまだ夏でもないのに、牛が舌を出してあえいでいるのを目撃すると、この牛の持ち主に牛のことを詳しく尋ねた。このことについて部下が質問すると、平吉は、喧嘩や殺傷事件は、長安令や警長院の職務であり、上昇としては、長安令や警長院の仕事を評価すれば良いのであり、喧嘩のような障事は直接関与することではないから、無視した。今は、 春でそれほど暑いはずはないのに、牛が会えいでいるのは、怨妙の調和が崩れたためで異常が起こる、可能性がある。怨妙を調和するのが自分の仕事であるから、このことについて質問したのだと答えた。この部下は彼の答えに感服したという。後方三年、平吉が病に倒れると、最後に、宇帝国、との部都市、陳和都市の三名に、 将来の国事を任せるように選定に進めてから押した。その後、彼らはいずれも国家の養殖に就いた。送り縄抵抗。ありがとうございます。